お久しぶりね、バース。おお、エレナじゃねえか。久しぶりだな。あなたがここで働いていることは聞いているわ。施設長からも随分信頼されているようね。どうぞ、続けて。おお、世話になってるぜ。元気そうで何より。引退したんですってね。伝説のレスラーも年には勝てないってことかしら。若いもんに場所を譲っただけの話よ。俺はまだまだ現役だ。泣けるね。ここなら一人になれると思ったのに。見たことある顔が二つも。あんた引退したんだろ。うん。そのバカ力ならまだやれるんじゃない。あなたここに何のよ。決まってんだろ。いい男を探しに来たのさ。久しぶりね。あなたのお母様、美也子は元気かしら。一緒に暮らしているのでしょ、東京で。あ、お母さんは船でどこかよく言ってはりましたけど。あら、そう。美也子にはドアテックジャパン支局長としていろいろ頼みたいことがあるのよ。ん？ん？そうなんや。お母さんとはお仕事の話はしませんさかい。うち知らんことばっかりや。それでエレナさんのお父様ってどんな人でしたの？ん？え？優しくて素敵な人でしたわよ。そう、きっとあなたのお父様もそうだと思うわ。うちお父さんのこと覚えてないんです。心、あなたがどれくらい強くなったのか見せてちょうだい。祝福の鐘をあなたに。
リサとミヤコ。なぜここに？あなたたち、ここに何の用かしら？お嬢様、私たちは施設の視察に。私が聞いていないのはどういうことかしら？そんなに戦いたいのね。覚悟はできて。 Get ready, fight!ご理解いただけたかしら？ところで、あんたたちは大会には出ねえのかい？ってことよ。最近になってさ、会場が変更になったりで、その全く、そりゃもういろいろと、準備が大変からありゃしねえぜ。そんな話をするために俺たちを乗せたのか。違うんだよ。そうそう、エリナがさ、そのミストがどうのこうのって言ってたんだけど。そう、そのミストがね、ほら、さっぱりわからねえんだが、何？肝心なとこ知らないじゃない。ハヤブサも到着しているわ。今分かっていること、あなたたちに全てお話しします。152番目のクローン体アルファ152、攻撃性能の面では完成の域に達し、アルファ計画は次のプロセスに入るところでした。次のプロセス？フェーズ4。究極の攻撃性能を持つクローン兵士の開発と量産。どの番の？いえ、ドアテックのビジネスパートナーは大国の正規軍だった。ビジネス？そんなもののために我ら一族を利用したのか。エレナも総裁である以上、責任逃れをするつもりはないだろう。ドノバンによって怪我されたドアテック、自らの手で葬ろうとしたのも彼女だ。あの日、ドアテックと共にドノバン、アルファ計画、すべてを葬ったつもりだった。しかしドノバンはミストという新たな組織を作り、アルファ計画は継続していたということか。ええ、でもミストはずっと前からドアテックの中に存在していたのかもしれないわ。それで何かつかめたのか。ドアテックは従来より世界各地に独自の資源プラントを保有しています。その一つに必要のない人物が複数出入りしている施設があるわ。
ドノバン子飼いのアサシンクリスティ、ドアテックジャパン支局長のミヤコ、そしてリサ・ハミルトン、あなたを被験者としたイプシロン計画の主任研究員。リサはミストと接触している。そうね、彼女が全てを知っている可能性が高いわ。アルファ1号2の居場所も、だからカスミにもリサの居場所を教えたわ。カスミはそのプラントに向かったのか。ええ、おそらくあのプラントには必ず何かある。私は表だった動きはできないけれど、あなたたちが動きやすいようにしておいたわ。リュウ、アエネ、行くぞ。